皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪、レスリング女子50キロ級、1回戦、6日、シャンドマルスアリーナ。写真、四つん這いのまま受け入れたくない現実呆然とする須崎結衣。五輪連覇を目指す須崎結衣、キッズ、はインドのビネシと対戦。まさかの初戦敗退を喫した。序盤は互いの動きを見ながら組み合う展開となった。 先に須崎が1ポイントを選手すると、しっかりと相手を見ながら落ち着いて対処。休憩後も相手に隙を与えず、残り1分を前にポイントを加点。しかし、残り10秒で相手に2点が加算され、2対2の同点ながら最後にポイントを取ったビネシュが勝者となった。試合終了後、呆然とした表情でマットの上に立ち尽くした須崎。 ビネシュの左手が掲げられた。試合後、涙を流しながら、今の私は五輪王者の器じゃなかった、私のせいで支えてくれた人の思いを無駄にしてしまったと語った須崎。パリ五輪のチャンピオンになるために、人生かけて3年間はレスリングだけに費やしてきたんですけど、何が足らなかったのか、どうしたら五輪王者になれるのか。見つめ直したいと思いますと明かし。 まだ3位決定戦に進む可能性が残っているがチャンスがあるならば銅メダルの戦いはこれまで支えてくれた人のために最低限皆さんのために頑張りたいですと声を震わせた須崎は開会式にあたり五輪2連覇を必ず達成するレースリングの面白さや素晴らしさを世界中に伝えたいと連覇にとどまらないより広い決意を述べていた 米国の大手データ会社グレースノートが7月23日に公開したパリ五輪の最終メダル予想では須崎連覇。昨年9月の世界選手権では約3週間前に右膝を負傷しながら優勝しており、その強さは他を推していた。ともに東京五輪で金メダルに輝いたシドチマユ、J テクトや金城リサコ、サントリーは若手との代表争いに敗退。須崎は 五輪は簡単にいけるものではないし、だから価値がある。東京五輪で一緒に戦った皆さんのふまで頑張ると思いもしょって臨んだ。東京五輪はレスリング女子代表6人で最年少だったが、今回は最年長。憧れる五輪4連覇のイチョウカオリ、アルソック、や3連覇の吉田沙織さんは、背中で見せてくれていた、と言い,い、 私もそういった存在になりたいと思ってやってきたとの自覚を持って競技に臨んでいる今年は元世界女王の山本美優さんと手合わせしてレジェンドの凄み重みを感じた鳥肌が立ったと感銘を受けた様子で先達からバトンを受けて私も強い女子レスリングを引っ張っていきたいと考えている昨年末には 絶対に2連覇して、その次の五輪へもつなげていけるように頑張りたいと宣言し、東京パリ、ロサンゼルス、その次の五輪まで金メダルを取るのが今の大きな夢と4連覇挑戦を初めて公言。伊調さん、吉田さんのような偉大な先輩たちが憧れ、私にしかできない使命を果たしたいと、レジェンドの系譜に自らの名を連ねるべく、研鑽を積んできた。須崎優衣。 須由衣、1999年6月30日生まれ、千葉県松戸市出身。総大卒、小学1年でレスリングと出会う、中学2年で JOC エリートアカデミー入校、2017年、世界選手権初優勝、高校生の優勝は02年のイチョウ・カオリ以来だった。世界選手権は18、22、23年にも優勝。 21年東京五輪金メダル。155センチ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。